とうとうオームメーターがもどがしたね、完全に。はい、どうもゆうです。さあ今回はギークベイプのタブプロのレビューなんですけど、もう冒頭の通りですわ。完全にもどがしたから、これ。いや、もうそれしか狙ってないよねっていう感じ。じゃあね、ざっくり手元でちょっと写していきます。っていうか、もうこれあんまり手元で写す必要ないんやけどね。まあというわけで、一遍見てみてください。どうぞ。はい、今回はタブプロのレビューです。はい、中に入ってんのたったこれだけ。本体のスペックなんですけど、サイズは 94.6mm×38.5mm×24mm で、電圧は 3.2V から 4.2V までの間で、最大ワッテージが 50W で、太陽抵抗値は 0.05 オームから 3.0 オームまで。抵抗値の誤差自体はプラマイ 0.02 オーム。低電圧警告は 3.2V プラマイ 1V で、もうローバッテリーですよっていう風に F5 の表示ね、本体に印字してあるけど、ローバッテリーワーニングが出ますと。で、高温警告は85度で、出るんで、F3 のオーバーヒートワーニングですね。で、10セカンドカットオフ、これがオーバータイムワーニングなんで F4 ですね。で、バッテリーは18650の、シングルなんですけど、これ使うのは、まあ、できればハイアンペアのハイドレインの、まあ、VTC とかあの辺の4とかね、あの辺使ってもらった方がいいと思います。で、一応本体自体は USB 充電で 5V 1 A でできます。で、赤の LED がバッテリーのインジケーターで、青 LED が動作時の点灯、まあ、あの抵抗値あったりとかね、その辺が数字で表示されるようになってます。パッと見普通のオームメーターって思うやん。これ違うんよ。あの電池は一応18650一本のタイプでね、これで入れると。この紐必ず忘れないようにね。で、マグネットで閉まります。で、1,2,3,4,5 回クリックでオフ。もうこの時点でなんとなく差し付くでしょ、完全に元なんやって、これで。まあ F0 Ready to Fire、 1,2,3 回押すとファンクション2 No Atomizer、 これオームメーターモード、アトマックつけると 0.35 ohm、 1,2,3 回押すとファイヤー、まあ普通にここは動くよね。で、ここ、はい、もう完全にモッドやろこれ。どう考えたってこれ狙って作ってるやん。しかもこれさ、こうグリップしたらここで押せるようになってんのよ。いや、これもうこう使ってくださいって言わんばかりの構造してるよね。はい、見たまんまです。もう完全にモッドこれ。まあ、いや、まあ便利やで、便利やけど、極端な低抵抗使えやんからね、これ。例えば 0.1 オーム切ってるとかね、その辺はこの間のやったでかい円盤みたいなね、コイルマスターのタブの方が2バッテリーになってるから負担は少ないから、そっちの方が優秀やけど、でもこれはもう完全ネタでしかないよね。あ、でもディスプレイはすごい見やすい、シンプルやし、もっとやん完全に。逆にこれ以外の用途に何に使えちゅうん、これ。オームメーターやけど、もうあれやろ、オームメーターで測らなあかんって言うんやったら、じゃあモッド化してしまえって、そういうパターンやろ。嫌いじゃないけどさ、こういう発想は。おもろいこと考えるね。すごいよね、中国の人の発想って。でもギーク、何人のスタッフがおんねやろ。こんなぶっ飛んだ発想するっていうのすごいよな。はい、というわけで、もうレビューもヘッタフレもないし、ただの紹介動画なんやけど、今回は、タブプロの、紹介動画でした。今回商品提供いただいたギークベイプのホームページ下に貼っとくんで、またよかったら見てみてください。はい、ここからメルマガ登録 LINE アットフォローよかったらお願いします。で、あとの他のギークベイプのプロダクトはここから見れます。よかったらグッドボタン、ダメやったらバッと押しちゃってください。というわけで、今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いします。